そんなものは。大丈夫か、ヨナ。ごめんね、お兄ちゃん。もうすぐお席止まるから、ごめんね。ヨナのお席が聞こえたら、またあの真っ黒お化けが来ちゃう。心配すんな。兄ちゃんはお化けなんかに負けない。待ってろ、何か食べられるものを見つけてくるから。ヨナ。何があってもその本には触るんじゃないぞ、絶対に。いるんだ。キリがないぞ。ヨナには指一本触れさせない。ヨナに近寄るな。ヨナは僕が守る。黒のその力。
ヨダは？大丈夫か？ヨナ！お兄ちゃんこそ大丈夫？あんな奴らなんてことないさ。よかった。あ、これさっき見つけたの。クッキー？ヨナの大好物じゃないか。うん、お兄ちゃんと半分こする。いいよ、僕は。お兄ちゃんと一緒に食べたい。じゃあ小さい方。うんうん、お兄ちゃんはお父さんとお母さんの分まで食べて。ヨナ、ヨナ。クッキー落としちゃった。ごめんね。そんな、なぜ？ヨナ、いつも助けてもらってばっかりだったから。ダメだ、ヨナ、ヨナ。誰か、誰かヨナを助けてください。誰か。ヨナ、
じゃあ行ってくるよ。狩りをすることになると思うからやめておいた方がいいな。帰りにまたヨナの好きそうな本を借りてきてやるから。ありがとうヨナ、待ってる。じゃあ行ってくるよ。ヨナ、お兄ちゃんのことが大好きだよ。ポポルさんのいる図書館に行かなきゃ。ここの書物からは過去の素晴らしい技術が読み取れるんだが、今はその技術の欠片も残っておらん。不思議なことだ。おはよう。最近ヨナちゃんの調子はどう？うん、相変わらず咳が止まらないんです。そう、心配ね。うん、少しでもヨナが元気になればいいんだけど、僕には何もできない。そんなことないわ。あなたは立派なお兄ちゃんよ。そうだ、今日はこれを頼みたいんだけれど、商店街から仕事の依頼があったの。北平原の羊から肉を取ってきてほしいそうよ。わかった、すぐ行くよ。北平原に行くなら地図を持って行って。必ず役に立つわ。あ、それからついでに依頼の人から薬草を3個買ってきてもらえる？ちょうど切らしちゃって。はい、これがお金よ。こんなにいっぱい？お金が余っちゃうよ。余ったらヨナちゃんへの薬草でも買ってあげなさい。それはお願いね。羊の肉を3個と薬草を3個、よろしくね。いつもありがとう、ポポルさん。急にどうしたの？身寄りのない僕ら兄弟を気にかけてくれて。僕らポポルさんや村の人にはとても感謝してるんです。困った時はお互い様よ。みんな早くヨナちゃんの元気な姿が見たいのよ。だから頑張ってね、お兄ちゃん。うん、わかった。じゃないか、ちゃんと家で寝てなきゃ。ほら、服のリボンもほどけてるぞ。ごめんなさい。でもヨナね、病気を早
す方法を探してたの。ヨナ、大丈夫。ヨナは心配しなくてもいいんだよ。いっぱい食べてよく寝たらちゃんと良くなるから。本当？もちろん。それじゃあお兄ちゃんは仕事に行くから、おとなしく家に帰るんだぞ。うん。寄り道しないで早く帰るんだよ。はい。昔の人はすごくたくさんの本を書いてたんだね。でも変わった字が多くて読むのが大変だけど。お父さんもお母さんもお仕事でいつも忙しいの。だから私が弟の面倒を見るためにここで本を見せてるんです。今減り続ける人口と蔓延する奇病が世界を悩ませているらしい。魔物と呼ばれる黒い化け物も人々の生活を脅かすようになってきた。でも僕にとって気がかりなことはただ一つ。妹のヨナと一緒に今日をちゃんと生き延びられるかどうか。子供だけで生きていくのはいろいろ大変だけど、優しい人の多いこの村でならなんとかやっていける気がする。いや、やっていかなくちゃならないんだ、ヨナのためにも。飛ばされた時はとっさに防御して受け身を取るのを忘れるなよ。羊の肉は集まったし、村に戻ろう。くそ、魔物がこんなところにも。村のこんな近くに現れるなんて。安心して狩りにも行けないな。お店の人に肉を届けに行かないと。
自分にもヨナちゃんのような娘がおったらよかったのにな。羊の肉集めてきたよ。助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝えておくね。確かポポルさんは薬草を3つ欲しいって言ってたっけ。狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめするよ。また買いに来てくださいね。狩りへで。また買いに来てくださいね。あら、今日は狩りではなくてお買い物？お庭をお花で埋めてみるのはいかがかしら。綺麗な花を咲かせてくださいね。おはよう。おはよう、デボルさん。あんまり走ると転ぶよ。大丈夫。羊の肉届けてきたよ。あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。あ、そうだ、昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？それ何？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ。ヨナ、どうかした？ううん、なんでもない。おやすみなさい。
じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。うん、月の涙か。今日も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから、村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、本当に大丈夫なの？任せといて。と片付いた。これで当分は魔物も出てこないだろう。
お帰りなさい。ただいま。大丈夫？怪我はない？大丈夫だよ、ポポルさん。あなたが出た後すごく心配になって、やっぱり頼むんじゃなかったって。平気だよ、ポポルさんは心配性だな。無事で本当によかった。そうそう、大工さんたちがあなたにお礼ですって。ああ、ありがとう。これでヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。そうだ、ヨナちゃんって言えばお昼にここに来たわ。え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。村の外の？そう、なんだか熱心に聞いてきて。ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。もちろん、村の外に出ちゃいけないって言っておいたから安心して。よかった。早く帰ってあげて、ヨナちゃんも心配しているわ。うん、ありがとう。よかった。早く帰って。うん。